よっこんばんはん。桜餅。やっほー。聞いて。ソファーで三時間ぐらい寝とってんけど。やば。見すぎ。 なんか、ある意味寝起き配信おはようおはようみんな3時間も寝とってさびっくりしたんですけどちょっと寝てちょっと仮眠しようと思ったら「あれ?」ってなって「おはようやばい」ってなってあと口の中やけどしてる痛い こんばんばは今日はメイクさんにフルメイクしてもらってお肌からお目目まで眉毛も全部してもらっていつもと雰囲気が違うんですみんなも1週間お疲れ様でしたヤッホー。 3時間も「昼寝した」って思い出したけどよくやってたなこれと思いながら学生時代こたつがあった時代ねしかもでこたつで寝るからもうこたつは実家に持って帰ったこんばんはでもね私の怖いところは夜も寝れちゃうんですよ らくね、夜も爆睡する今日はね金曜日だから映画飯の日なんですけどちょっと皆さんインスタのバランスを見てくださいちょっともう一個投稿したくなってきたのでもう一個投稿して明日インスタの映画飯投稿をしますごめんよ先週もお休みしちゃってインスタに投稿したいものがありすぎてさ 追いつかへんねんけど最近でも毎日投稿したらみんな見るの大変かなと思ってえう嬉しいたくさん投稿が来るってことで嬉しいって嬉しいよかったそう言ってもらえて明日はえう嬉しい毎日投稿してもいいのみんな。 変な家見てててるる人増えてるんだって変な家はちょっとねおすすめ映画しではやらないおすすめじゃないから <laughs> ちょっとグロ怖いしあとなんか小説の方が個人的には想像力が注われたそわれたというかでも思った本読んでって思ったのがあこれが朗読劇の面白さでもあるのかと思ってということで皆さん 4月5 6 7 8朗読受け切りするのでまだ気になっているなって人是非見に来てください会場は東京なんですけど告知しますまた台本も,もらってまたお稽古は始まってへんけどちょっとどこまで見せれんねやろテリンこんな感じです始めもうすぐ のもらいましたね2日間来た方がいいかも1回だとやっぱり難しい舞台は全部特に 2>, 2回マストだねあとグッズも今あの受注でできるみたいなので買ってくださいあ見て髪型ねそう可愛い,い感じでしてもらってるね 西西部,西,西部池袋駅高専っていうの駅沿い線私も全然わかんないやっとさ10年経って名古屋の電車が分かるようになったレベルだからわかんない <laughs> ちょっと来る時大変かもしれんけどいや現地でもね同じグッズ買えるかわからへんけどまあとりあえず ネットでもゲットして、現地でも買ってね。地下の分も買って。<laughs> あ、沿線、あれですね。朗読劇見に来てね。 可愛い今日のメイクは可愛くてねずっと見ちゃうあんまりね基本なんかフルメイクをしてもらうことが少なくてまあ人数多いからっていうのもあるねんけどメイクさん髪型だけやねんけど今日は時間がありそうだったからメイクしてもらってで髪型もいろいろアレンジしてもらったりしてでなんでなんかめっちゃ時間かかって1人なんか早い子なんて1時間で終わって。 やってる子ばっかねんけどなんか3時間ぐらいかかって <laughs>「えっ!?」ってなってんけどいろいろかかった時間がありまして、まあ、これはまた後日説明します <laughs> なんだっけ では、今日今からスクショタイムします。じゃでーん改めまして、これ四回ぐらい登場してます。お気に入りすぎて、もうずっと机に置いてます。ファンの人から十周年、あ、うつ反射してる。劇場デビュー、おめでとう。の、えっと。贈り物を、プレゼントをもらいました。これは歴代のサイリウムカラーがあります。 昔はピンクオレンジから始まって最近までブルーオレンジで,で10周年を機にまあ新規一点ということで赤水色に変えて歴代のサイリウムがあってそれを持ってる本当に素敵なプレゼントありがとうなんか改めて思う本当にみんな大好きだよ優しいなんかさこんな現役の間にさサイリウムをこんな変えるメンバーってなかなかいないと思うし なんか一途に行けよって自分でも思うでも私やっぱりファンの人とメンバーにとってこのサイリウムカラーってすっごい大事なものでもあるからなんかこんなに変えてしまってすごい優柔不断というか気分やというかなんかみんなに振り回,振り回しちゃってるなって思う部分もたくさんあるねんけどこうやって変えるたびに自分の決意もあるし。 でもその決意や変化を受け止めてくれて受け入れてくれるみんながいるから勇気を出して変える選択をさせてもらえてるしでも変えたからといって自分が変わるわけでもないしねただこのサイリウムを変える重大さってすごく大きなことやから変えたからにはちゃんとその決意を持って言葉の責任と覚悟を持って より一層気を引き締めてみんなと頑張りたいって気持ちを込めてるので改めてみんなを受け止めてくれてありがとう <laughs> 優しいコメントがこれからもおそらくわがままいっぱい言ったり振り回してしまうと思うしそれでももっとわがまま言ってねって言ってくれるみんなの優しさに甘えさせてもらうけどその分みんなを幸せに笑顔に絶対するので。 これからもおよろししくお願いしますスクショめっちゃ半目なんだかって言われたら「ごめんね私まばたき率高くて亀子さんも絶対いつも困らせてる自信あるただみんな頼んだそこはみんなの技術で今からスクショタイムするからどうやって戻っかな?」 止まれなないんだよねなんかあれマグ,マグロじゃないわんだっけ止まれない魚ってマグロか止まったら死んじゃう魚なんだっけちっあマグロかマグロ <laughs> 例えるならマグロ大トロ大好きだったら持ってるかな 反射しちゃうねんなこれちょっと正しい持ち方がわかんないどうこうこれかな,こうかなじゃんはいチーズ、うん、下に向けるといい感じですこうか うんうん、チーズチーズヤキ、うんうん、<laughs> またあのー、写真撮ります宝物私のありがとうどこに飾ろう やっぱり安定にでも目に見えるとこにも置きたいな人が来た時に見せたいあベッドのいやベッドの上ェダメだなどこに置こう DIY 上手な人やってくれちょっと考えるね ありがとう。素敵なお花をあ <laughs> 自信ある人いる <laughs> やってくれなんかお手洗いあまあ,お,あのお花を摘みに行く時とかのとこに置きたいなと思うけどあんまりそこに風水的に置くのよくないらしくて、まあ、これはいいのかな と思いなながらなんか今ポロッとしちゃったよね言葉が危ない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 いやおかんおかんなんかでもあったらさそこにあったらさまあある意味家族とかもみんな見るよねと思って <laughs> やめてみんな私お花まあ私もお花摘みに行くんですけど <laughs> どんな話って感じちゃう まあ考えるありがとうあゲッターズ先生に聞こうってさっきゲッターズ先生がさ LINE <laughs> でさまた、あ、も全然無料のやつね今日の言葉も素敵でしたよ届いたんですよ朝人生はその気になれば1年で変わり2年で人生が変わるくらい成長できるものだってでもその気になるタイミングだよね人によって わこんなふうに明日も綺麗に自分でメイクできるかな頑張ろう明日は大阪で待ってるよ震災がパルコでお待ちしています何が悲しいって悔しいってマリリンの卒業後に行けなかったこと見に行けなかったのがちょっと私的な悔いやねんけどその分まあ後から アーカイブで見る。あ、お留守番隊配信見てね。配信も見てコメントしてね。配信見てる人も多い方が嬉しい。あ、声大丈夫。前回からからの声やったから、ちょうど2ヶ月前かな。まあ、2ヶ月に1回ペースやから。配信のコメント欄盛り上げてね。 頼もしいありがとうね明日はフレンチトースト作るっぽいね小倉みんなでさ桜系かなみたいな予想しとったらまさかの全然違うやつ来てでも個人的にね最近ブザービートを見始めて TVer ーーでねでもタイミング見るタイミングミスってちょこちょこは今見れてへんねんけどブザービートのさ主人公が「名前合わせた」が。 フレンチトースト作るの得意やんか。だから、わ、食べたいなと思って見とったから、浅草北川景子さんと。山下智久さんのやつ。そう,そうそうそう。いや、めっちゃ主題歌いい、すべて。タタタタ <laughs> 大変のか <laughs> この前、体感の時間に。あゆかがブザビート見てて、で、そっから見始めてんけど、あゆかがおすすめされて。 流しとって何の曲これ?」みたいな聞いたら「えちかさん知らんないの?」みたいな「ブザビートですよ」って言われて「え見るわ」って言って見始めたいいねーズさんの曲「すべててるてるてるてててて僕にはててるてる」ということで「小倉フレンチトースト」作るよん小倉フレンチトースト初かもね よくモーニングでさオグラトーストはあるけど、うん、お腹空かせておいでねいやでも <laughs> あそっかあるからかいろいろね食べ,る食べながらも見れるから観覧できてくれる人は。 でもね、私のファンの人結構近くマニアちゃん。あれかも。野球やってた人多いかも。部活聞いたら。野球。うん。バスケの人、いたかなあんま聞いてないか。てか、そもそもな。野球の人多い気がするんだよな。まあ、怖いよね。何言って、小倉通すと、小倉苦手やねんけど。 オグラトーストやったら食べれるから多分フレンチトーストも食べれる気がするあじゃあ今度部活聞くね <laughs> えー、明日 T シャツ着てくれてたら嬉しいグッズよろしくおう でも勝手にさ想像しちゃってるかもこの人この部,部活っぽいなみたいなでてか明日っていうか今日めっちゃ暖かくてびっくりした午前中出て午前中ちょっと寒いなと思って午後お仕事終わって外出たらめっちゃ晴天で暖かくてああ幸せーってなってた明日から暖かくなるかな じゃあもう冬服コートはクリーニング出そうかなええー、服装のやもの明日の服装を考えていますよしメイクしたまま寝ちゃったから早く撮るか 明日は夏ライブよろしくねありがとね見に来てくれて5月6月握手会トーク会しゃ会遊びに来てねぜひ会いに来てください楽しい時間を一緒に過ごしに来てねあと4月5678朗読劇もお待ちしています あとは大丈夫かな告知するものみんなマネージャー <laughs> マネージャーたち大丈夫、うん、大丈夫そうかなあファンクラブ限定公演の応募が始まりましたそうちょっとね前回中止10月 10, 10月かな ちちょっっっっと中止になっちゃたた時があったのでその時の振り返えっていうのかななるので応募してねやっぱりね思ったあ12月やごめん劇場公演は告知しようなんかみんながさ応募してくれるって暴れちゃう部分はあると思うけど告知しよう今な <laughs> 普通のことめちゃってる会いにあの見に来てください 劇場公演も現地のイベントも来てくださいね前回当たった人今回も当たってほしいな4月11日劇場公演見に来てくださいかな告知はまた明日は朝配信するね八8時 8時ぐらいからしたいけどね見てくださいではお風呂に入るお休みみんない週間お疲れ様だよバイバイなんか今日はさ面白い話しようと思ってさ絶対これ話したかった話があってけど忘れちゃった。 今日スタッフさんと「ワンピースの話で盛り上がってさでもこれじゃないこれで一人喋りできるわってやつがあってんけどなんだっけな面白いよ面白い話しようとしたもん思い出せない ならし今メールで言ってんけどそれメールだけですよちょっとやっぱイメージが崩れちゃったらんでなんかあんたけど忘れちゃったまたね明日またバイバイ <laughs> やめんのかい